吉田さん、従業員には3つの考え方があるみたいなんですよ。それはですね、有害な人と無益な人と有益な人。こういうふうに経営者は従業員を3つに分けろと言ってます。えー、有害社員。これは早めに排除すること。で、えー、無益な社員っていうのは有益にすること。少なくとも有害にしちゃならないということですね。で、有益な社員だけを自分の手元に置いて会社に残せると言ってます。 でこれをですね使えるやつは使え使えないやつは使うなというねすごくシンプルな言葉でございますでも多くの会社経営者っていうのはなぜか使えない人間をずっと抱えちゃうんですよねだから会社がうまくいかない能力の高い人がバカバカしくてやめちゃうそしてね能力の低い人ほど能力の低い人ほどですね自分の能力があると思ってるんですよで自分をうまく使えない上司は無能だって言ったりね で、自分は能力高いのに他のやつに足引っ張られてるみたいなことを考えるんですけども、能力の高い人間は何かっていうと、周りの人のモチベーションを上げてあげることなんですよね。時にはその人がいるだけで、あ、あの人が頑張ってるから俺も頑張らなくちゃっていう風に思わせる人らしいんですよ。つまりですね、この考え方を肯定するとなると、あの部長が帰らないから社長が帰らないから僕らも帰れないじゃないですかって言わせるっていうことはダメだということらしいんですよね。 逆にあ部長が社長がやってる俺たちもなんかやることできないかなみたいな感じでねこう仕事を探して一刻も早く自分の至らなさに気づけるみたいなねまあでもなかなかねう難しいっていうかやってられないですよねこっちも一番そのセクションの中で一番重い責任残った仕事いっぱいしないといけないし従業員同士の駐在もしないといけないその上でまあ中途半端な従業員たちが残した仕事の責任もあると。 ででで残した仕事をやるといいつまでも帰れるじゃないですか,ってからね何も分かってねえなお前らみたいな感じですよねまあ本当にしょうもないなという気しかしないんですけどもどうなんですかねこの従業員を雇ってしまったっていうこのことっていうのは他のことにもちょっと言い換えられてですね、まあ、例えば会社の経費だから使え使え使えみたいな発想の人ってのは完全に有害社員なんですよ。 会社の経費だから、この経費を節約することによって、会社の利益が少しでも溜まっていく。それが後々自分たちの給料に返ってくるんじゃないかっていうふうに考えると、ボールペン一本とかね、あの、トイレの電気の付き合わせ、それから余計な、あの、水の出しっぱなし、こういうの全部みんなでやめていけるんですよ。つまりは、あの、無害じ、ある有害じゃなくなってくるってことなんですよね。で、これが家計にも言えるんですよ。家計の中で、 家の経費を払っているのがお父さんだとしたらあのお嫁さん以下家族子供たちは電気つけっぱなし風呂の水出しっぱなし無駄を結構するんですよねでもどうってことないと思ってるんですよ払う立場のお父さんからするとつけっぱなしの電気とかねほんとしょうもないなと思うし食べ残したらもったいないと思うしねついつい口酸っぱくなるんですよでもそれまともな感覚ですからねつまりはまったくまともな感覚じゃない人が 勘違いいいいいしててて言言いたいこととを言ってるっるるうう姿が残んんじゃないかなか思うんですよだからいつも意識するべきは自分は有益な人間なのか無益な人間なのか有害な人間なのかこのどこに属しているかってことなんですよそして有益な人間であるならもはや人に頼らなくてよくなる独立できるってことなんですよねまああの認めるのは恥ずかしい部分がありますけども認めるからこそ始まるものもありますあ自分は有害だったなとじゃあとりあえず あの害を出さないように無益な人間になっていこうと有益じゃないかもしれないけども害をもたらさないようにしようそしてプラスマイナスゼロの,あの無害な人間になれたら今度は有益な人間になっていこうかな会社に利益を残せるような何かを残せるような人間になっていかなって思えばいいんじゃないかなと思いますね。